私の初公演が延期。ふふ、ままならないね。なんか整理番号送信してるらしいな。参加者には無事ライブ楽しんでもらいたいね。配信税だけどログインできるようになったのでひとまず安心。スミカの衣装のナーフ具合が楽しみ。スミカ衣装ややナーフか。スミカの短パンでけー。腹めっちゃ隠れてる。ナーフ知ってたよ。ヒロの声すげえ。いやでもやっぱ結構辛そうだな。ちゃんとヒロがヒロだ。脇スミリーハ脇で勝負。廃墟の声優は脇売りなの？マオの人うまいな。マオちゃん先輩英語の発音いいな。さすがキャラの設定変えただけはある。てかマオの人知性。客同士で喧嘩してくれ。スミカの客席の雰囲気が最悪でイスが見たいから。マオパイの人ポニテでこの後ろ髪の長さはやべえな。ヒロちゃん2曲連続で歌って大丈夫なの？ヒロがなんだか難しそうだけどやるぞ絶対って嬉しそうに歌うのがいいよね。3人ともめっちゃ可愛い。完成度高いなおい。はよアーカイブ見たいわ。マオパイセンのポニテがめっちゃ綺麗だな。惚れ惚れする。ケツまである中身。このメンバー全員期待聞こえてきた。何が起こってるんだ？元気なヒロって感じでこれも行き。スミカの手足長くて入るね。ヒロの歌声って本当に出るんだっていうよくわからない感想を持っている。配信のペンライト、水色多すぎだろ。クロライは初披露っぽくてよい。マオの衣装めちゃくちゃ熱そうだな。フローライトいいね。フローライトはやっぱライブハウス映えすんな。吐息エッチ。セリフめっちゃかっこいい。スミカうま。キレッキレなためらい。あーいいねいいよ、背取りがいい。すっぽい動くよ。キレッキレで草。原作声。運動量やばいな。全員仕上げてきてるな。ダンスが原作声しとる。動き多いから大変そうね。さすがに疲れてるけどすごい。スミカ本当にダンス初心者か？これダンス経験者だよ。スミカだけオーディションにダンス項目あったのは有名な話だろ。すまん聞いたことないわ。経験者なんだな。サンクス。これ過去一だろ。めっちゃヒロじゃん。ヒロがおる。白紙の曲むずいのによくやる。神々しい。パンツとブーツもいい感じだ。光景もコントラもコンテンポラリーダンスみたいなのあったり、ヒロのテンションで歌ったり大変だな。川村さんの歌がうますぎる。信号機、ゆるふわ組、ガチガチ組。ヒロの声で歌うのすげえな。めっちゃうまかった。プリンスは地声がすでにプリンスだよな。こいつらだけレベル高すぎだろ。前の2公演がひどかったし。初恋がすごいだけで他のライブもいかったやろ。全員初めてのライブなんだから下手で当たり前上手ければすごい。温かい目で成長を見守るのがいいかなと。回を重ねると上手くなっていくんだし、今は最初からスペック高い人多すぎて上手くなっていく過程が見れないのが俺は残念。髪にキラキラエクステつけてるのね。そんなすごいのかちょっと見てみたいな。大隅か2曲目。隠した私に。隠したたわし。たわしって呼ばれるわこれ。スミカちゃんの重いとこ出てきたな。アニメのエンディング感あるな。アイマスさんギャルをしんみりさせがち。やっぱこのギャル湿度高くね。スミカ湿度高くない？てかまた嘘がテーマか。背伸びのバス停の次は隠したたわしか。スミカやっぱ重い女だな。光のオタクを恐れる闇のギャルは全く隠されてないな。というかこれリースミ曲じゃね。光のオタクリリアを闇のギャルスミカが見つめる曲か。必要なのはコントラスト。強めの必要なのはコントラストだった。コントラストって人間が歌える曲だったんだ。 FJ ディスコ。マオの知らない曲弾いてない曲。コミーのこれで英語苦手設定は無理でしょ。マオの衣装のサイズ感めっちゃ気になるんやけど、これは意図的なんだろうか。
衣装と曲の効果もあるんだろうけど、マオの人イケメン女子って感じでかっこいいよな。女性にもモテそう。マオ、これを目指せ。でも身長ちなちゃんとほぼ同じなのよね。そう聞くとやっぱ小さいな。リアルリトルプリンスでパーペキだ。マオの声優は身長と低い声のギャップに悩んでたらしいね。この3人ハイレベルすぎる。もうこれただのアイドルじゃん。硬さ取れてきたわね。みんな上手すぎない？めちゃくちゃ気になるからアーカイブ買っちゃおうかな。なんだよベタ褒めじゃん。気になってくるだろ。ぶっちゃけパフォーマンスだけじゃなくて MC も3公演で一番上手いよなこの人たち。今回めちゃくちゃいいよ。担当いるなら見た方がいい。仮装。マジか、仮装やんのか歌えんのかこれ。えぐいの来た。仮装競争曲やるんか。やれんのか。ハロウィンマジか。スミカラップすげえ。歌えてるだと。うますぎだろ。これは相当練習してきたな。3人のフォーメーションはゲームじゃ見れないから貴重。すげえ、想像の遥か上の上へ来やがる。ヒロ仮装欲しくなるからやめろ。これ今日初回って嘘だろ。仮装良すぎだろ。ハニバに向けて石ためてんのに勘弁してくれ。マオ3曲目来た。なんかめっちゃいい曲来た。トップ、シークレット。またエロ担当がエロい曲歌ってる。新曲なのに完成度高すぎる。これ順番が逆で初恋、初心、初世だったら期待値上がりすぎて微妙な空気でハニバに水差してたかもな。このクオリティ見越して鳥に持ってきてたならすげえや。このメンツ強すぎる。もうこれゲームとかそんなチャチな世界じゃねえよ。今までの3曲目全員良くてくさ。セミブルーかムロギクと来たからやるかもと思ってはいたけど、まさかマジでやるとはな。これは12月の初心はクリスマス曲やるんか。やるんけ。仮装をあの振り付けでやりきったのすごすぎるわ。どう歌ってるんだ。サマーマ、サマーマくん生きてたんか。われー、おかしい。さっきまでハロウィンだったのに。夏は終わらねえ。10月中旬なのにまだ居座ってる。夏許せねえよ。最近の気温みたいな瀬戸利だ。スレミンの瀬戸利予想がバガバで笑う。リスアニのインタビューでみんな歌が苦手って言ってたけど、クオリティ高いのか。信号機の時は新曲のソロ歌いこなせてなかったから、まあ新曲だしそういうもんかと思ってたけど、1年以上前からみんな用意してあったっぽいな。締めの始め好き。これは S ランクの始め。マオの人ほんまにかっこええな。麗しいって表現がぴったり。ヒロの方が太もも露出すごいよね。今日までスミカの衣装が脇衣装だなんて思ってなかった。へそ見えないように隠されてる。許せねえよ俺。衣装のへそや肩はリアルライブではナーフされるものと思った方がいい。へそを好んで出すのなんてマチコくらいだよ。今日のライブ内容なら脇とかへそに頼らなくてもいいというか、雑音になるかもしれん。満足度1位だった。いつもの来たぞ。ぼったくりパック。セミブルースミカのパーツが来たか。パック売るのは良いんだけど、お得意しが欲しい。これでヒロの限定一つも持ってない人もタワー楽になったんじゃね。キラキラだ、と。ヒロ新曲は広島か。スミカダンスナンバーばっかりだな。スミカもう一曲新曲か。ヒロは来週までお預けだね。初日お疲れ様。学園アイドルマスター、好評配信中です。ご視聴ありがとうございました。